コタの手抜きちゃんねるへ。今回は動画投稿初日から1週間が経過したので、週間報告をしたいと思います。次回はこの字幕文字家について話そうと思います。宣伝は一切していませんが、3人ほど身内に声をかけました。果たして1週間宣伝ほぼなしでチャンネル登録者数どのくらい増えるのか、結果がこちらです。3人です。これがリアルです。仮にこのペースで目標の1000人までどのくらいかかるかというと、1年は52週間なので1年に156人増えます。この調子でいけば約6年と半年ほどで達成できます。チャンネル登録者数は1万人から2万人に増やすよりか、最初の1000人達成する方が大変だそうです。つまりチャンネル登録者数が増えるにつれてチャンネル登録者が増えます。増えやすくなります。つまり6年半もかからないということです。要はやりさえしなければ達成できるのです。途中で登録者が減ったりメンタル打たれたりすることもありますが、頑張って続けます。ぜひ応援よろしくお願いします。引き続きコタのだらけ具合をご覧ください。